中年オタッキーです、花粉症の時期でね苦しんでおります、薬飲んでるおかげで眠たくって走れないでね、まあ今もねちょっと1時間ぐらい仮眠するつもりが3時間も寝ちゃってちょっと焦ってるんですけどもまあ動画は作んなきゃなと思ってとりあえず作ってる感じですねで今日はね今日のお題はこのカメラね、先日、高川様に提供いただいたニコン F4S ですね、こちらをねちょっとま使って軽く試写してまいりました、一応ね不具合があるということなんで、まあ、どんな感じに不具合があるのかということで試し撮りしてきた感じですね、それでは動画スタートしていきます。はい、このニコン F4、これは S ですけどね、F4 と F4S は、まあ、このバッテリーグリップが違うだけですね。で、F4E っていうのもあるらしいです。これはね、後年発売されるものですけども、それはそのバッテリーグリップを改良したものになって、やはりバッテリーグリップをノーマルのものに戻せば F4 になるようです。で、発売がね、1988年、ということで、シャッタースピードが8000分の1から4秒、がマニュアル時、シャッター優先プログラム時は8000分の1から30秒まで、電子式シャッターですね、縦走り金属膜フォーカルプレーンシャッターになります。露出系は TTL マルチパターン速攻、TTL 中央部重点平均速攻、で TTL スポット速攻の 3つが選べますね。絞り優先 AE、シャッター優先 AE、プログラム AE という3モードの AE を搭載してまして、ファインダーはアイレベルファインダー、マルチフォトミックファインダーっていうらしいんですけど、装着時で、視野が、視野率約 100%、倍率が 0.75 倍で、一応交換式になってます。で、マウントはまあ F マウント、まあ当然の F マウント、AF 接点付きということで、対応レンズがすごくって、AF レンズ G レンズね、G タイプが P モードと S モード、シャッターモード優先とプログラムモードに使用可能。AF レンズ、G タイプ以外は全機能使用可能。AIS、AI レンズ、A モード、M モードが使用可能。で、F3AF 用レンズが A モード、M モード使用可能。AF にも対応。で、非 AI レンズが A モード、M モード対応可能ということで、絞り込み速攻なんですね。連射速度が、F4 のノーマルが、4コマ。で、F4S、F4E は 5.7 コマ。単三電池、F4 が、4本使用。F4S もよび F4E が6本使用ということですね。重量とかは、サンライズカメラさんのね、サイトで見てるんですけど、重量とかは書いてないんですが、非常に重たいです。ものすごく重いです。一応ね、これね、外装はプラらしいんですけど、重いですね。非常に重いです。多分ね、バケペンと同じぐらいの重さがあるんじゃないか。バケペンってね、ほとんどもっと一回だけしか触ったことないんでわかんないんですけど、まあ、それと同じぐらいあるんじゃないかな。でね、シャッター音はね、非常によろしいです。このね、シャッター音が非常にいいんですね。金属膜のね、縦走りフォーカルプレーンということで、まあ、現代カメラとしては平均的なものではあるんですけども、連射速度がまたすごいんですね、ほんで。連射モードが、よいしょ。ちょっとね、ダイヤルがね、合わせにくいんですけども。こんな感じになりますね。5.7 コマの電池6本でね、まあ、こんな感じになります。で、オートフォーカスはやはり遅いんですね。1988年登場の、ニコンということでね、まあ、F501 に比べると断然早いんですけど、EOS 650と、まあ、もうちょっと EOS 650よりは迷うかな、これ。まあそんな感じになりますね。非常にね、重厚感があるカメラなんですけども、まあGUGR デザインということで F3 とその辺は同じなんですね。まあ、
ジウジアーロっぽいといえばジウジアーロっぽいかなっていう、まあ、気はしますけどね。うん。で、さっきも言いましたけど、まあ、大注目なのが、そのレンズの対応種類ですね。一応、すべてのニコン F マウントの、大体すべてのレンズが使えるということですね。最近の、そのニコンのカメラは、非 AI と呼ばれる古いレンズは使えないですし、マニュアルフォーカス時代のレンズはね、G タイプレンズが使えるものはほとんどないと思います。まあ、プログラムオート、シャッタースピード優先オート、利用時のみ、使えるということですけど、まあ、使用制限はありますが、使えることには間違いないです。そんなわけで、このカメラでね、まあ、とりあえずね、もう適当に試写してきたんですよ。まあ、不具合があるということで、ちょっと試してみようということで、ケントメア100を想定しまして、試写してまいりました。はい、これからはね、作例の紹介になってまいります。はい、作例の紹介なんですけどもね、実はプログラムモードでも撮ってます。ゴミ乗っかっちゃってますけど、この1枚目のみがプログラムモードで撮影して、成功したものですが、他は全部ダメでした。で、レンズはね、2450F3.3 から 4.5 っていうレンズを使用して、マニュアルで撮ってます。全部マニュアルで撮ってますね。全然映りはもう問題ないものでした。AF もね、まあ遅いとはいえそこそこのスピードが出ています。で、まあ重たいカメラですんでね、手ぶれを気にしなくていいという、比較的ね、気にしなくていいということで、望遠レンズも使ってみたいと思いますね。これ映りはね、2450で非常に秀逸なものですね。AF ニッコールのレンズは比較的安価とはいえ、これもね、いただいたレンズになるんですけど、非常にいい写りを見せてくれました。でね、不具合、の内容なんですけど、プレビュー泣きっていうのはね、よく、F4 の場合は聞くことがあると思うんですが、プレビュー泣きはありませんで、こんな感じでね、順調であります。ちゃんと絞り込まれてますね。で、何が問題かというと、プログラムの時にね、こう、まあ、ファインダーの中で、今、シャッタースピード3分の1、F3.3 でね、表示されてるんですけど、F3.3 も開放で表示されてるんですけどね、開放にならないんですね。結構絞り込まれちゃうんですよ。あ、やっぱりね、安定しない。絞り込まれるときと絞り込まれないときがあるんですね。あ、今日は調子がいいみたい。最初の1回だけ絞り込まれて、やはり安定はしないんですけど、うん。これ使い込んでいたらもしかしたら治るのかもしんないんですけど、まあ安定はしてないです。もし F4、F4S をね、購入検討の方、これはしっかり確認した方がいいかもしれません。プログラム、暗いところでプログラムモードにして、で、何度もシャッターを切ってね、レンズの絞りがちゃんと開いているか、確認ですね。プレビュー泣きでね、露出オーバーになるトラブルはね、よく聞く話なんですけど、これはね、露出アンダーになってしまうんですね。よっと。今日は比較的調子がいいかな。試写の時はね、10枚撮影して9枚が露出アンダーになったんですけどね。今日は、ちゃんと開くことが多いようです。まあね、これ電子カメラとか電子機器あるあるで、現象がね、バンバン出るときとね、出ないときとね、まあ差があるっていうかね、まあその辺がね、電子カメラらしいかなと思いますが、とにかくね、この重厚感、もうね、デザインがまず好きなんですね。F501 の動画の時も言いましたけど、ここにシャッターダイヤルとかね、いろいろついてるのが僕好きなんですよね。まあ、理由はいろいろありまして、単純にまあ見た目がかっこいいと思うのと、あとね、その電源切ってでもね、設定がわかるんですね。液晶画面のね、最近のまあデジカメ、まあ、ここにたまたまね、α807SI がありますけど、
まあ、こういったやつね。こういったやつは、電源切っちゃうともう表示が消えてしまうんで、設定値がわからないじゃないですか。例えばね、その、撮影会とかね、休憩時間に、カメラ自分の横に置いてて、設定はどうかなって言ったら、いちいち電源見ないとね、わかんないわけなんです。でもこれはね、もうね、電源切っててもね、数値を設定できるんでね、まあ、その辺が非常にありがたいじゃないですか。もう撮影する電源を入れる前に設定が可能ということでね、僕はこういうね、その、古めかしいっていう形になりますけど、これが好きなんですね。で、もう F4 が欲しいなとずっと思ってたんですけどね、まあ、今回ね、いただいたということで、もうこれ存分に使っていこうと思います。次のフィルム何を入れようかなってものすごい気に、なってますけど、まあ、季節が春なんでカラーを入れてもいいんですけど、カラーフィルムも随分入っちゃってるんですね。コンパクトから一眼まで。で、もう一本ぐらいモノクロフィルムで遊んでみようかなとも思っています。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになりますね。もう本当にね、高川さんありがとうございました。こんなね、素晴らしいカメラをね、使えることができて本当に嬉しく思っています。はい、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーいきますよ。本日のトップバッターは、キャラブキさんでいいのかな？キャラブキさんでいいよね。こんばんは、キャラブキです。先日は作品紹介ありがとうございました。今回は2回目の投稿ということで、少し遊んだ写真を選んでみました。よろしくお願いします。1枚目が消されていく落書き、ペンタックス SV スーパータクマン 55mmF1.8 コダックウルトラマックス400。2枚目は玉ボケ、ニコン FM AI ニッコール 50mmF1.4 コダックウルトラマックス400ということですね。で、1枚目なんですけど、これフィルム装填して1枚目ですね。カウンターをちゃんと進めてなくて撮ったような感じの写真になるんですけども、非常に面白くなってます。これ黒板の落書きですか。で、色がね、非常に赤っぽく映ってるのが印象的になってますね。で、2枚目なんですけどもね、玉ボケなんですけど、ちょっとね、中間色的な写真、締まりのない写真になってしまい、コントラストが落ちてますね。カラーネガでね、夜景を撮ると結構こんな感じの写真になることが多いんですよね。まあ、アウトフォーカスでね、玉ボケを狙ったのは非常に、狙い通りになってるんだとは思いますが、ちょっと締まりがない写真になってしまったかな。はい、キャラブキさんありがとうございます。次がね、1都市9さんから2枚。1枚目がね、南天の葉、2枚目がドラム缶ということでね、どちらもカメラはニコン F フォトミック、レンズオート 50mmF1.4、メトロポリス東京で撮られておりますね。メトロポリス東京ね、露出でね、映りが変わる面白いフィルムということなんですけども、まあ1枚目から、これね、光の境界線のちょっと手前で撮られております。色目的にはちょっとね、元の色がはっきりわからないんですけども、ちょっと淡白なね、色味になっているということは、多分 F1.4 ぐらいで撮影したのかな。2枚目のドラム缶もそうですけどもね、やや淡白、もうね、モノクロフィルムに近い感じのカラーフィルムということで、多分ね、露出ちょっと強めに撮ってるんじゃないかなと思うけどね、まだ僕もメトロポリス東京のね、試写が終わってないんで、どういう傾向なのかはっきりわからないんですけども、早く試写しなきゃいけないんですけども、なかなか時間がなくて申し訳ないです。一都市さんありがとうございます。ちょっとね、フィルムの特性がちょっとわかってないんで、評価のしようがないって、申し訳ないところがあります。次はね、ヒデさんですね。中年おたきさんこんばんは。毎回楽しく見ています。本当に今年の東北は晴れが少なすぎ。そこで去年の秋に撮った写真を投稿します。カメラはミランダ F、 ミランダ来ましたね、ミランダ。レンズオートミランダ 50mmF1.9 フィルム富士カラー100、1枚目は高い空、2枚目が夏と秋の共演ということですね。やっと入手したミランダのカメラ、ぜひ紹介をお願いします。ミランダのカメラでの投稿は多分初じゃないかな。で、1枚目なんですけどね、1枚目、これね、なんか解像度があんまり高くないんですね。これカメラがまだ悪いんじゃなくて、多分スキャンの環境かなんかじゃないかなと思うんですけどね。特に2枚目、赤はね、いい赤が出てるんですけどもね、これ多分ね、
2枚目はね、ちょっとスクエアっぽい写真になってるんで、インスタグラムかなんかに投稿した写真じゃないかな。それをね、二重に貼り付けして解像度が落ちてるのかもしんないです。ちょっと原因ははっきりわからないですけど、色はいい色が出てますね。ミランダのカメラね、結構な値段したんじゃないでしょうか。バンバン撮ってまたね、作例をお願いします。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。次がね、長州薩摩さんですね。中年ウタクシさん、こんにちは。物流の仕事、お疲れ様です。しつこいですが、リバーサルフィルム撮影の第3弾、よろしくお願いします。六本木にある国立新美術館の建築を外から撮影しました。タイトル、美術館と青空。カメラはニコン F3。レンズ、AI ニッコール 50mmF1.4S。フィルムが富士クローム、ベルビア50ってことですね。前回のね、動画でね、これ外からの写真欲しいなと、青空の青が欲しいなっていう、話しましたけどね、見事に期待に応えて外からということですね。まあ、ベルビア50ということでね、高精細、発色の良さ、非常に良い、状況になってますね。で、2枚目がね、特に好みですね。これね、都会のね、青空、もう雲一つない素晴らしい青空になっております。はい、これタイトル画面に行こうかなと思ったけど、次にね、ものすごい写真が来ております。超好みの写真。すんません、長州薩摩さん、すんません、ちょっと回が悪かったですね。というわけでね、次、ハンドルネーム MHR さんですね。今回投稿するのはオタッキーさんが好きそうな写真にしてみました。もうその通りなんですよね。1枚目は2眼レフのビューティーフレックスで、フィルムがローライフ RPX400、少女っていうことですね。この、路地上の先はホテル街です。来るのを待って構えてたんですが、来た時は少し焦りましたということですね。2枚目は待ち合わせ。寒くて外のテーブル席は誰も座ってなかったのですが、ふらっと来た女性がカメラの前にチャンスと思いシャッターを押しました。カメラはニコン D610 ということなんですけどもね。まあ、1枚目、そのね、焦りが出ていまして、なんだこれ少女のの方がね、ピンボケになってしまってるんですね。ちょっとこれは惜しい写真になりました。で、2枚目なんですけどもね、この2枚目の写真ね、もう光の境界線にね、女性のね、頭をカットした、これものすごく印象的な写真になってます。おしゃれな写真になってますね。これはまあ、徳島では狙えない写真だな。というわけで、この2枚目、タイトル何だったっけ？タイトル待ち合わせか。タイトル待ち合わせがね、次回から、タイトル画面になっていきます。本当にありがとうございます。今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。ここからは俺のカメラになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日はガメラさんから俺のカメラですね。オタッキーさん、こんにちは。俺のカメラに投稿します。以前の俺のカメラで紹介いただいた通電しないジャンクから復活したミノルタ XE をブラックボディにチェンジしました。チェンジした？別の完全ジャンクのブラックボディから外装を移植し、重厚感と高級感のある引き締まったカメラになりました。そもそも自動の XE 自体が希少ですが、ブラックはさらに希少かな。自分で手を入れているのもあり、愛着のあるお気に入りの一台ですということですね。外装の付け替えてブラックにしたと。まあね、古いカメラならありっていうことですね。最近のね、新しいカメラそんなことしたらもったいなくて仕方がないんで、まあ、ジャンクがね、存在するカメラをね、こういう遊び方いいんじゃないでしょうか。ガメラさん、投稿ありがとうございます。今日の動画はこんな感じです。バイクチャンネルもね、やっててね、二重になってて、いよいよ忙しくなって、自分を追い込んでどうするんだって感じになってるんですけどもね。この次の動画なんですけどね、この次の動画は開封動画になると思います。多分、ものすごいのが来ますよ。開封動画ばっかりやっててどうするんだって話なんですけどね。カメラがどんどん増えていきますが、ちょっとね、前回のライブでもちょっと、お話ししたカメラに、
なっていきます。久しぶりにデジタルカメラ買いましたよ。まあご期待ということで、まあ今日の動画はここまでになっています。どうだったでしょうか。コメント高評価のコメントの方ね、せっかく全部追いついたと思ったらまたガーンと増えて、ちょっとねひーって感じになってますけどね、全部コメント返信していこうと思ってますんで、コメントの方ぜひぜひよろしくお願いします。あと高評価はねもうポチッと押すだけなんでね、押していただければと思います。チャンネル登録の方なんですけどもね、ぐんぐん増えておりまして、相変わらずね通常のペースのね通常の2倍の速度で、ね、増えていってます。シャー専用ザクじゃないんですけどそんな感じです。シャー専用3倍か、そんな感じでね、チャンネル登録まだ増やしていこうと思ってますんでね、ぜひチャンネル登録の方まだやってない方はね、ポチッと押していただければと思いますので、まあ、ゲリラライブが非常に増えておりますので、通知オンで、がおすすめになりますね。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。